現在5時30分であります。温度34度でしょうか。水温 31.3 度でございます。こちらの水温 26.6 度。井戸水垂れ流し、効果高いですね。カバーをかわせただけのところ 30.1 度でございます。本日はこの水槽をリセットしたいと思います。これは何でしょうか。何でしょう。イヤゴの抜け殻でしょうか。もう一匹いました。2匹この中にいたということでしょうか。ヤゴの抜け殻に見えます。まずは飼育水を抜いております。大きなヤゴがいます。大きなヤゴがいます。やはり一匹、もう一匹先いました。どこ行っちゃったかな。まずここのヤゴから、この子から取りたいと思います。よし、あれあれ、サモンの中に入りにさい、卵の中に入りにさい。よいしょ。はい。こちらヤゴの抜け殻のような気がします。ヤゴの抜け殻のような気がしますね。もう。何かいます。エビ、骨エビの子供かな。アリコではないし、よし、全敗。まずブロック1丁分高くいたします。プラス10センチということですね。次はこちらの水槽も水を抜きたいと思います。こちらにも超特大のヤゴが2匹は確認できております。あと小さいのはまだいっぱいいる模様です。捕獲いたします。よし、よっしゃ、これでいいか。大きいです。今度はいっぱいにつけちゃいましょうか。こちらもブロック一丁高くします。真ん中をちょっと空いてる感じがするので、細かい砂利で何とかしましょう。それでは数をしていきたいと思います。真っ暗で何も映らない。今12時を過ぎたところ、気温
41度でございます。今ここに放置してあった温度 49.4 度、 50.5 度でございます。暑いとこ行ったら、黒い上でも行ったらすごいだろうな。 50.4 度、ひえー。昨日撤去した赤玉の中に張り子が生まれておりました。ここに張り子がいます。そしてヤゴが今動きました。ヤゴがこの辺りで動きました。うん、赤玉の中いろいろなものが、あ、張り子、張り子、ここ今2匹、ここと、他にもいろいろなものが生きております。昨日2つの水槽を高くしたので、本日はこちらに移ろうと思います。現在メダカを救っておりますが、水を救っただけでヤゴ抜け殻ありました。またいました、大きいの、ほら、いました、大きいの、こんな大きいのがいます。また新しい虫発見かと思いきや、ヤゴが赤虫を食べてるんですね。ヤゴが赤虫を食べてました。こちらの水槽にも大きいのがいました。あれあれ、死んだまでか。大きいの、おっと、大きいのがいます。あとなんかちっちゃいのもいます。あそこにも、あそこにちっちゃいのもいます。ちっちゃいのもあそこにいます。よいしょ、ちっちゃいのもいます。あ、大きいのはこちらであります。ともかく見つけることができないだけでいっぱいいると思います。やっとここまでこぎつけましたぜ。どうだね、こんなとこですね。これで上に乗せることはできなくなりましたが、まあいいですな。こんな塩梅になりました。いかがでしょうか。あとは生態を入れるのみ。まあ、このコンパネはこのまましておきます。そしてここが、完了しました。最終水合わせをしております。一番上は150匹、定員は60名であります。2段目の水槽263匹、3段目の水槽181、4段目の水槽140匹でございます。そしてこちらがブチコ ×3 色239匹、ブチコ ×3、 ちょっと大きい子、こちらが110匹でありますというところですね。でここにはすべてブチコの子供を揃えました。一
ちょっと飽和気味ですが、ね、定員60に150、定員60に263、定員60に181、定員160に140と、ここが一番少ないかな、うん、ここは、うん、上からこっちに持ってきてもいいかな。そしてこちらの温度もいい感じであります。こちらの塩ビ管はまだ切っておりません。そのままであります。ちょっといいですね。ほとんどこれでグリーンウォーターはここはなくなりましたね。フジヤンコーナーさんです。オロチパッと見るだけで5匹は確認できます。オロチ5匹は確認できます。そんなとこです。もうほぼ温度も同じようになってきたので、こちら入れます。なかなか出ないね君たち。こちらはなんで出ないんだな、なんで出ないんだ。大きい子、お、もう出てる子もいるね。こちらは出てますね。よし、